よし、前回の続きでございます。これね、どれぐらい倒せるかどうかなんだよね。まずレーダーで、お、いますね、いますね、いるね。あ、あの中じゃん。嘘マジかよ、倒せんのかな。うわ、マジかよ。かける。ってこれ倒せそうじゃない。いや、よし、倒せるんだね。8。あ、猿来た。よし、倒すぞ。うわー、マジかよ、かける。あれ、なんか倒したよ。よし。うわ、強い。あ、そっか、伏せるって技使ってみようか。伏せます。あ、ずるい。こっから触れないのかな。無理か。じゃあすぐ剣振ったらすぐ振る。振って振るでキャッチ。あ、マジか。うわー、滑った。かける滑った。オッケー。あと、あ、危ない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 。なんで復活してんのあれ。難しい。ここだろ、入ったろ今。よし、来い。これでメイン移動するのかな。やっと、よ、おー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 、お前に移動。うわっと、かける。よし、あと、オッケー、サルゲーチュー、ナイス。一匹捕まえるのに約2分かかるというね。8を倒そう。8、オッケー、ライフ回復して。いないか。うわ、かける、これぐるぐる回せば。おお、やる。いそう、よし。待て。オッケー。待て、もう一回だ。お前さ、俺の目の前でこんな中入ったらバカじゃん、お前。どこにいるか分かるって、後ろ向かなくていいから。よし。サルゲチュー。よし、サルゲチュー。あーっと、難しい。ちょっと食べれんの怖い。中入ったら絶対お前。よし、サルゲチュー、ナイス、サルゲチュー。あ、なんか4匹捕まえてる。いいね。俺どっからスタートしたんだろう。ここか、こっからスタートしたね。あれ、レーダー使います。ぐる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 。ん、あ、向こうにいるぞ。んーとこっちだ。ここか。よし。なんか、あー、ここね。ここか。ジャンプできるかな。あ、かける、ごめん、ジャンプミスた。よし、かける。あー、届かない。あ、やっぱり新しい何かを使わなきゃダメなんだね。で、ここはちょっと抜きにしましょう。ここ抜きにしましょう。で、レーダー使おう。レーダー発動。ウィ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 。ん、なんかここすげえ話しいんだけど。え、どこ。すめっちゃ話してるね。ん、あ、気のせいか。え、嘘。え、おかしくね。ここ、あ、こっちか。あ、痛い、あぶれてる。あ、こっち危ない。うわ、うっそ、強っ。待って、食って、危ない。なんだあいつ、銃ってきてんぞ。うわ、強っ。いや、ちょ、倒せ。強い。倒せ。ゲット。おい、サルゲチュー、オッケー。あ、4匹じゃねえ、3匹だった。全然捕まえてないじゃん。これちょっとやばいんで、ライフ回復しましょう。よし、ナイスクッキー。そ、あの、これ、いいよね、重要だよね。サルレーダーでピポサル見つけたら L2 ボタンでサルカメラにできるよ。ピポサルの様子、お、へえ。
へえ。とは、ちなみにこれでこうやって猿が寄りった時に L2 を押すんだ。L2、 あれあれ、 L2、 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 まあいいや、まあいいや、まあいいや、進もう進もう。かけるくん、かけるくん、かけるくん、そんなことしないよー。まずね、 HP が欲しい。ありがとうクッキー。よし、行きましょう。向こうっぽいね、向こうっぽい。ちなみにいるでしょう。かけるくんジャーンプ。いや、こっからいけるはず。かけるならいける、かけるならいけるでしょ。二段ジャンプできるんだもん。人間ができない二段ジャンプできるんだから。あー、無理っぽい、無理っぽい。でも二段ジャンプって憧れるよね。でもね、あれ、なんかある、通るところが。お、お、この後があったんだ。よーし、早速まずレーダーを使おう。上がって、あ、いた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 、レーダー使う。え、待って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 、あ、危ない危ない危ない。え、何してん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 、え、何してんの、え、乗れないんだけど、何してんの、何してんの、何してんの。いや、俺の方来てんだけど。え、何してんのあれ怖いんだけど。なんかしたら、あれ、どっかに着地した。 あれは多分倒せないのかもしれない。あの、多分何か、さっきみたいな、その銃みたいなのが必要なんじゃないかな。だあれ、何やってんだあいつ。楽しんで楽しんでやがる。あ、これもジャンプか。わ、こいつ移動してる。ちょっとあれだね、一回この石が怪しい。そういうことでもないね。ちょっと出よう、ちょっと出て、でもう一回戻ったら多分乗ってないんじゃないかな。よーし、絶対捕まえてやるあいつ。ふう、行くぞ。乗ってないでしょさすがに。あ、乗ってない乗ってない。走っていくよ。よし、あ、やばい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 。よし、あ、マジか、あ、マジかよ、いつこの野郎。まあいいや、あいつ無視でいいや。この面には12匹のピポサルがいるから、あいつはもう無視でいいや。いい判断、いい判断、いい判断。で、どっかでちょっとレーダーを使いたいよね。よし、レーダーでね、ここすごい反応してんだよ。ここ、これ、こんなか。いないよねさすがにね。でもここゲットしたじゃん。あー、向こうのあれか。これ意外と猿見つけるのに時間かかるかもしれない。これはもうあそこの UFO のところでしょ。向こうにもいるぞ。ここは、ちなみにここ入った。お、新しいとこ来ました。よし、なにこれ、ボードゲーム。よし、この川に電気ナマズが住んでいる。住んでいて大変じゃ、危険じゃ、泳いで進むとしびれちまうわよ。そこでボートを転送しておいた。ボートに乗るじゃん、便利だなこれ。左右のスティックを回して2本のオールを、はい、これね、はいはいはい。ボートから降りるときは R1 ジャンプ、オールをゆっくり回すようにな。力任せでは絡まりよるぞ。了解、乗る、かける乗る、かける、かける。うおー、おー、待て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 。あ、うまい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 、かけるうまい。こうだ、
あ、難しい。かけるかけるかける、そうだそうだ、でかける、おお、いいぞ。あ、来てる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 。このゲーム操作が難しい。こうかで、こう回ってアングル変えればいいんだ。これアングル変えられないの、嘘、酷だな。うわ、ちょ危ねえ。これ登れんじゃない、これ。おお、かけるならいける、かけるなら危ねえ。かけるかける、そうだ、かける向こうに行くぞ。かける向こうだ。かける、二段ジャンプしてよ。危ない危ない危ない、電気ナマズ危ないんだってば。ちょっとね、操作がね、このゲーム結構難しいから、ちょっとね、見にくいところが出てくるかもしれないけど、二段ジャンプできない、ちょっとね、ご了承してほしい。結構難しい。よしよし、これどうすんのこいつ。え、ジャンプ、二段ジャンプ、これか。よし、できた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 。俺も登ることできるのかな、これできないわ。二段ジャンプ振って、でサルゲーチュー、久しぶり。あと2匹か、マジか、きついな。これだってもうこの面で20分ぐらい やってるよ、そろそろ。ってことは向こうに行けばいいんだ。あっ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 そっちやね、こっちこっちこっち、あ、手前手前手前、違う違う違う、こっちこっち、内側だ。電気ナムズがさ、スーパー怖いんだけど。これね、操作が難しいからね、ここはね、取ること考えない。いや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 、もうここまで来たらもういいんじゃない、もう。お風呂が早いよ、これ。よーし、あ、一気増えるってことか。どうせ電気ナムズ一匹でしょ。お、こういうところにも空気あんだ。怪しい仕掛けを見つけたらメカ棒などで叩いて調べてくれ。水メカの R1 ボタン加速、調子はどう？気持ちいい。仕掛けがあるの、どこにあるの？ジャンプジャンプジャンプ、オッケー。あ、これか、そういうことか。やっと行きます。ここでね、くる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 。あ、いけ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 、かける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 。よし、これジャンプして伏してみようよ。あ、バレてるバレてる、いくよ。伏す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 、いや、あいつ警戒してる。ゲチュー、サルゲーチュー、オッケー。そういうことか、今めっちゃ楽だったね、すごい楽だった。んと、ここも電球なぎか、いるな。よし、かける、うん、ウキーって言ってる、ウキーって言ってる、向こうにいる。よしよし、かける頑張れ、かける頑張れ、腕頑張れ、腕めっちゃ頑張れ。かけるの腕見てみ、これめっちゃ頑張ってるよ、これすげえブンブン振ってる。よし、降りて OK。 どこにいるんだろう。んサルレーダー発動、ウィン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 、 L2 ライブイアン、サルレベル1、素早さに攻撃に警戒1、アウトドア、ん、アウトドア関係得意です。アウトドア、あ、俺もね結構アウトドアなんですよ、イアンさん。OK です。そうなんですか。アウトドア、僕、俺もね、結構アウトドアなんで、結構気が合うかもしれないですね。やった。
お、降りた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 、伏しますよ、後ろから行こっか。ふしゅん、あれあれあれ、あ、上に登ったか。かける行くぞ。伏せ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 、どこだ、登ってる。サルゲーチュー、オッケー、やったね。あのね、20分取った、これ20分取った。すげえ。でももう一面行きたいんで、もう一面行きたいと思います。さすがにちょっとね、これは行こうかな。ちょこちょこカットしてるからね。大変だよこれ。あ、ちなみに後ろにも博士いましたね。よし、行きましょう、早速行きましょう。ちゃっちゃちゃっちゃ行きますよ。ふぅ、どこだろう。新生代、なんでこ、なん、なんでここに遺跡、なんでここに遺跡入る。6匹ぐらいにして。こんにちは、こんにちは。ワーニン、ピポサロ6匹捕まえよう、13分の6。なんかもうメダル集めはね、もうやめました。もうね、猿捕まえるのだけでね、精一杯。お、おー、すげえ。1999年のゲームなのに。これさ、これでも触れるのかな。あ、触れる。まずあの玉ねぎ野郎を倒す。あ、ちょっと待ってて、大体の強さは猿レベルでわかる。猿レーダーの L2 カメラでレベルか、あ、あったね。ちょっと見てみようか。うわ、なんで復活すんの、ふざけんなこの野郎。さあ、あいつ見てみよう。L2 いかんか、猿レベル3。おお、素早さすげえ、警戒もすげえ、足が速く、追いかけても追いつかない。目が面白いなあいつ。了解です。不走不走。でもあいつ警戒レベルが高いって言ってっから、もしかしたらこれじゃ捕まえられないかもしれないけど、いいよ、まず剣で倒すか。よし、ゲーチュー、猿ゲーチュー、オッケー。これね、伏して戦うゲームだ、これは。入れないじゃん、これ。入れる、入れる隙間あるんだけどな。入れる隙間あるんだけどな。こっから？嘘、どっから入んの、これ。ちょっと、L2。ここ入り口っぽいな。でも多分ここ塞がれてるんだよね、これね。よし、これこっちから来たか。ん、なんかボタンない？あ、ボタンがある。なんか押すんだこれ多分。あ、そういうこと。あれ、道がわからん。あ、いた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 。ん、あ、いないわ。メールボックス。よし。遺跡の中には押して歩くことができる、押して歩くことができるブロックがあるみたい。仕掛けがありそうなブロックを押してみて。よし。うわ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 、よしじゃなかった。かける？あれ？あ、自分で落ちたというね。で、でもちょっと、クッキーが欲しいから。2撃か。3撃？あ、クッキー2つ。ナイスー。操作はね、まあ慣れてきたかな、ある程度。あ、入り口があった。お？敵がいる。メールボックス。ピポサルの頭についてるランプの色の謎が解けたぞ。青は油断中、黄色は警戒中、赤は興奮中。興奮中。ピポサルが君のことに気がつくとランプが赤く光る。赤の時は暴れもあるんで危険じゃ。それね、覚えてた。よし、一撃で倒せないんだよ多分この敵も。よしよし、うわうわ、分裂した。
ナイスクッキー。なんか音聞こえんだよな。いた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 。あ、こっち向いてる。くるくる回すよ。よし、サルゲーチューオーケー。あ、今ちょっとサルの説明見ればよかったね。あ、いる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 。 L2 ライブデイビッド、サルレベルさん、攻撃が高いと。任務を忘れてすぐはしゃぐ。これ中学生だったらこれ成績2ですね、これね、今ね2ですね。任務忘れて、あ、2ですね。まあ面白いやつがまあいなきゃさ楽しくはないんだけど。うわうわ、いた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 。よしよし、いやいやいや、くる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 。もうかけるは目回っても知らん。ん？よし、なんだこれは。あぶれあぶれあぶれ。お、扉が開いた。なんかこのゲーム意外と集中して静かになっちゃう時あるかもしれん。いや、いけるぞ。よし、サルゲーチュー、オーケー。順調順調。何これ、押すって、押すってこと。あ、わお、お、降りれる。でも猿いそう。猿レーダー、ウィー、 L2 ライブルー、猿レベル3を警戒強え。あ、見てるからね、見つかると捕まえにくい。了解です。いるんだよね。え、待って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 、メルヘンチックのやつもいるよ。まずあれを倒そう、あれを倒そう。オッケー。見つかると扇風機のスイッチを押されてしまうぞ。左スティックを押しながら、はいはい、オッケー、了解。待って、いないふり、いないふりって何？そこもう一回読むね。見つかりにくい、はいはい中にさらに右スティックを押し込むといないふりができる。へえ。あ、かわいい、かわいい、かわいい。もう一回やるよ、もう一回やるよ。かけるくーん、ほーい。めっちゃかわいいんだけど。あ、ちょっと静かにするよ、俺。うわわ、きついきついきつい。うーわ、うそうそうそ。やばい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 。かけるくん、はーい。これちょっとやられたら怖いんだけど、ちょっと走って向こうに行こう。よし、あぶれあぶれあぶれ。よし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 。あの猿はちょっと警戒がすごいから抜きにしよう。はい、サルゲッチュ、サルゲッチュ、オッケー。順調順調で、ここを叩くのか。かける、多分ここ叩く。あれ、嘘、これおそらくボタンなんだよね。かける、かける、そこボタン押そうか。あ、違うか、猿の像のピポ猿の頭か、これ。よっと、そうそうそう、乗る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 。こっちかな。あ、登った、登った。何、メダルだけ。うわ、ギリギリ。かけるくーん、危ない、かける、ナイスナイスナイス。来ました。で、ここに久しぶりのメダル。よしよし。あ、ごめん、かける、ごめん、かける、ごめん、かける、本当にごめん。あと1匹、あと2匹、あと2匹だね。あいつ倒そう、多分倒せるっしょ。よし、あ、倒せた倒した。お、クッキー2個。よし、これね、ぐるぐる回せば倒せるから。よし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 、安心安心、こんだけクッキーやったら安心。うわー、難しい。
そんな、またこっからでしょ。よし、倒さなきゃいけないんだ。でクッキーゲット。なんかここあるよ。よし、危ない危ない、なんか暴れてる。これ上から行くとかありのか、ありかな。あれ難しい。これさ、俺めっちゃ難しいゲーム選んじゃったかな。あ、いるっぽくね。よし、よし、あのゲッチュー、オッケー、オッケー。ってことは俺はあそこの一匹を倒す。よし、よし、くしゃみしろ、くしゃみしろ。よし、倒せ。さあゲッチュー、オッケー。かける、やったよ。ここは30分ぐらい取ったよ。これここだけで15分ぐらいやったよ。よし、取った。ここ取りたかった。ちょっとサルゲッチュー、うまくなった。よし、あ、これはやったと思う、本当に。あー、奥深いゲームだなこれ。よし、じゃあセーブして終わりにしましょう。これすごい取ったよ。これセーブどこだ、かけるセーブどこだ、ここか。あー、まあ、なかなか猿も強いもんだからさ、人間も大変だ、かけるも大変だけど。よし、チェック中、チェック中。こっからね。あーっと、とっとっとっと、取ります、取ります。セーブして、これ何パーセントぐらい進むんだろう。最初の、お、10% 進みましたね。なんでここ、なんでここに遺跡クリアしましたので、次は、ま、なんかわからないけれど絶対に猿つかめてと思います。まあ猿ケッチだからね。では最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。